こちらは柴田さん、朝倉未来選手のところのマネージャーの石さんと揉めていて、まず柴田さんが朝倉未来のところの事務所のヒカルちゃんというまだ年派もいかない女の子なんか入れるなと、石さんはそれら一連の柴田さんの言動に訴えますという動画を出し、それが大炎上。柴田さんがトークスキルの違いを見せつけるも、その時石さんが提示したそれら一連の動画は消してくださいという要求に対しては OK を出して、そして今回の動画となりますね。一番最初に今回一番上に来ている最も高評価がついているコメントの方最初にやっておきますと、さすがに動画アップする時期が遅すぎますでして、はい、そんな中やっていきましょう。柴田さん、動画削除すると言ったが本当は削除する気はもうとうございません。むしろ石さんが自分で非公開にした今回の件の動画、それも公開してみてはどうですか。炎上を受け入れるのも SNS ですぞと、一昔前のオタクのようにぞと来たもんだ。柴田さん、 SNS で声を上げたら全て慢性慢性されると思ってたんですか。甘いんですよ、これが YouTube。 動画を消すと言ったのはエイプリルフールですと。ちなみにその動画を消すといった動画を、アップしたのは3月の20日ぐらいになりますね。エイプリルフールの前借りにも程があります。そして柴田さん、これだけじゃ8分いかず収益が見込めないんで、もう一つネタやりますとしまして、もう何でもぶっちゃけるのが当たり前になってまして、自分のところに来た DM を読み始めまして、ブレイキングダウン VIP 会員お試し期間というのがあり、ブレイキングダウンの試合が無料で見れるというもので、きっとここでカード番号などを入れなければならず、それの無料期間があり、その間に解約すれば問題ないが、10日間のお試し期間を過ぎるとペーパービュー料金や月額ではなくいきなり年間である9500円の VIP 料金が引き落とされるというもので、他にも同じ目に遭ってる人たちが結構いると。柴田さん、確かにここにちっちゃくちっちゃくその旨書いてあるが、書いてあったら何してもいいんすか。そっちからしたら、あ、書いてるやろ、オラって感じですか。石さん、これは不親切ですよね。ブレイキングダウンはバカが見るものだから、バカは当然解約なんて忘れる。ボロい商売ですな。朝倉未来はもともと豊橋のヤンキーで、ヤクザになりたいとかも言ってたやつだから、そういったことをやりそう。でも石さん、あなた大学で何を学んできたんですか。情弱を騙したり子供を使って銭稼ぎをするのがあなたのやりたかったことですか。あなたが所属している会社って本当にまともですか。半グレ使って格闘技ごっこをやって、それでお金を稼いでいるような会社じゃないんですか。あ、訴えます。柴田、訴えちゃいますか。はい、そろそろ8分になったと思うので終わります。石さんからの訴状をお待ちしておりますと。はい、まさにキングボンビ、絶対に目つけられたくないよね。自分がもしやられてしまったら古虫かな、何も起きてないみたいな感じで生活し続けます。超大型寄生生物で。そんな柴田さん、実は3月28日の YouTube ライブ、これは夜11時30分から始まったものですね、の中でこんなこと言っております。石さんとの続きどうなったんですかに対して、最近朝倉未来のところのスタッフと会って遊んでごめんねと言ったら、あいつは超メンヘラなんで無視していいですって、朝倉未来のスタッフも石さんに手を焼いてるみたいな感じで言ってたわと言っておりました。まあ本当なのかどうか分かりませんが、でも顔色一つ変えずに言ってました。でも柴田さんが朝倉未来選手のところスタッフと遊ぶことっていうのはないのかな。ついでにもうちょっとやっておきますと、メンタルを鍛える方法を教えてくださいには、自分含め期待しすぎないこと、自分はこんだけできるとか、この子はこんだけ俺を愛してくれるとか思うとそのギャップで苦しむと、これは那須川天心選手もいつも同じことを言ってますね。ニコニコ動画の配信者、ろくな死に方しない金馬へ、今腹水で腹パンパン、あいつらは本当に人生を捨ててる。ピクミンはクリアしていない。料理人 YouTuber のリュウジが味の素をめっちゃ入れるキャラなので、俺はリュウジと全く同じレシピでウェイパーを入れるキャラでやろうと思っている。サワヤンって誰。うつ病の治し方は日光を浴びてセロトニンを増やすこと、それと運動、昼間生活してご飯をたくさん食べてストレスをためないことと、真面目。自分の奥さんの好きなところは俺より頭がいいところ、風俗嬢とこれまで何人か付き合ったことがある、キャバクラ嬢より
風俗嬢の方が付き合いやすい。性病になったことはない。平本蓮の彼女のキャバ嬢は元ライジンガールじゃんと言ってました。そうなんですか。でもそういえば柴田さん昔平本蓮選手と遊んだ時、元ライジンガールの彼女を連れてきていたって言ってたんで、まあ、この彼女のことなんですかね。でも結局思うのは昼食の女の方がいい。昔 FC2 の有料配信に出ている女と付き合い、後から調べたがその動画は全て削除されてて見れなかった。一番好きなラーメンは春木屋と、あとずっとラーメンの話して終了していきました。そしてこちらはディープ公式 YouTube より雑談ディープ。佐伯社長が司会でゲスト、K クランの横田代表。横田代表、体重マジでやばい。90いくついってる。奥さんが俺は一番怖い。ジョビンとは仲良くしようとは思わない。ああいうことは。もともとはディープで初めの頃ずっと一緒にいて可愛かった。まあ不義理もあるけど、ピカ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 。佐伯社長、でも二人は一番合うと思うよ。仲良くしたがってるよ。横田代表、俺はいいっす。佐伯社長、まあ収拾つかなくなるし、いいことはないが、でももともとは同じチーム。仲間じゃん。横田代表、今の距離感でいいですよ。好きに叩いてくれよ。ブレイキングダウンですか？もう出る気はないです。儲けも、ああ、ぼちぼちでした。あまりいろいろ言えないが、俺と揉めたとか世間では俺が悪いみたいになってる、と。これはコロ選手や伊沢聖火選手、相次ぐ選手離脱の件ですかね、佐伯社長。これまでで横田和則に悪いイメージがついちゃったからな。指導者としてはすごいが、酒を飲むとさ、横田代表、飲むとマジでポンコツなんですよ、と。相当酒癖悪いみたいですね。横田代表、俺は誰とも喧嘩してないし、基本揉めることは俺じゃないんで。娘は今16歳。牛久の太田戦は大丈夫だと思う。今回もセコンドは自分と、パワーオブドリームの古川会長と、堀口恭司君だと思う。この間は潤太郎が堀口君の指示を1ミリも聞かなかったので、なんだよ牛久ん、違うじゃん。最初からこうやるはずだったじゃんって終わった後もしきりに言ってた。でも古川会長と自分は、試合になると急に牛久がああなることは前から知っていたので、恭司は自分のところに練習しに来ていたこともあるし、いい子。教授も牛久と元谷選手はスーパーマイペースだって言ってた。うちのジムはスパルタ式、引っ叩いたりとかはないが、なんでこうやんねえんだよみたいのはめっちゃある。佐伯社長、お前のセコンドの時のヤジがひどすぎて絶対ジャッジに影響してるよ、と。これはいつも試合見てても聞こえてきますね。横田代表、自分は基本冷静だがあまりにも指示に従わず真逆のことをやる選手の時に熱くなっちゃう、と。ここでパッと終わっていきました。そしてこちらは昨日こんな記事が出まして、ヤーマン選手のもので、ヤーマン選手はそれを否定するでもなく引用リツイートして、4年前は300万円ぐらいだったかな、とツイートしてまして、これはヤーマン選手の現在の年収というもので、まずヤーマン選手の1試合のファイトマネーが300万円から500万円だそうで、ちなみに那須川天心選手は1000万円から2000万円だったようで、それとヤーマン選手のスポンサー料が年間1500万から2000万円ほどということで、中でもメインスポンサーの株式会社セブンスと株式会社インサイトはヤーマン選手が過去国産車1台ほどの契約と言っていることから年間300万から500万と見られていて、他にも YouTube とジムのトレーナーの仕事もしているようで、それも入ってきているのでおそらく3、4000万円と。これはヤーマン選手、少し前にプロ野球選手の平均年収ぐらいと言っていたので、私もこれぐらいだと思っておりました。ですが去年は朝倉未来選手とのファイトクラブがあったので、これがなんと6500万円ほどのファイトマネーだったと言われているようで、ちなみに朝倉未来選手の方はその3倍もらっているとかなんとか。なのでヤーマン選手の去年の月収は9000万円ぐらいだったんじゃないかと言われているようです。はい、これでヤーマン選手ね、俺はモテないモテないとかって絶対嘘ですよね。はい、ぜひね、木島かなえとか筧千佐子っていういい人がいるので紹介させていただきたいところですね。はい、これはまあ平成の毒婦と呼ばれた人たちですけど、あ、そういえばね、あの庄司選手の友達の人がどんどん痩せ細っていくのでおかしいと思っていたら、ガチで奥さんに毒を盛られてコロピーされそうになっていたという事件の被害者だって話が昔あったことを思い出しました。そしてこちらは明日試合のある栃木の最強米農家手塚弘之選手インタビュー、ゴング格闘技さん。現在5連勝中、対戦相手は一度流れたバミール・ダ・シューバ選手。ワンでは1勝2敗。手塚選手、
もうタイには半年で4回来ているので、栃木から東京の先に行くような感じで来ている。シューバは振ってくるのでカウンターも入るし、いい試合になると思う。お互いのフィニッシュ率も高い。自分の強みを出せば全然勝てる。自分の練習はガレージを改造したところでやっていて、あと打撃は堀内恭司選手の師匠の二平さんの息子の二平拓郎さんの高人館というところで習っていると。はい、これは堀内恭司選手と仲良くしているのは三男の二平幸雨さんなので、他の兄弟のことだと思います。あとは竹浦雅樹さんのカルペディウムなどにもお邪魔しているようで、ここ2戦は2連続1ラウンド腕十字フィニッシュだったが、もちろんフルラウンドも戦える。腕十字はもっと早い段階でも取れたと思うが、失敗すると上を取られてしまうので、残り数十秒の時に仕掛けようとリスク管理しながら狙っている。世間的にはストライカーだと自分は思われているが、柔術もこの間茶帯になった。ドリームにも出ていたジョージ・ヒックマンが起こしたバンタオジムではウイスキーが好きと聞いていたので、山崎を持って行ったら少し便宜を図ってくれた。かっこ笑い。そのコーチはジョン・ジョーンズや GSP などにも教えてきていて、指導がうまいので今後も拠点の一つとする。ジョン・ジョーンズのセミナーにも参加して1分間時間をもらえたので、どうしたらあなたみたいに偉大なファイターになれますかと聞いたら、毎回毎回自分より強いファイターを見て気づいた点をノートに記すんだ。そのぐらい勤勉なファイターが上に行くんだよと言われた。あんなに才能にあふれた人もそんな地道なことをしているのかと心に響いた。セコンドは今回も岡田亮さんについてもらう。同世代で性格も理解してくれていて、こういうところで焦っちゃうから落ち着けとか精神的なアドバイスもしてくれる。賢いと。けど手塚選手も頭いいですよね。英語もペラペラですし、まあお米はねバカには作れないと思いますし。前回は柔術家相手に1ラウンド1本で決めたのにリングマイクがなかった。試合後にインタビュアーになんでマイクなかったのって聞いたら、僕が決めてるわけじゃないんでと言われた。次もちゃんとタイ語での用意してるんで、ぜひマイペンライと。そしてここで勝ってタイトルマッチをやってチャンピオンになってもガンガン試合をしたい。今ウェルター級はクリスチャン・リーがチャンピオンだが、もう2年ぐらい試合をしていない。戻ってくるという噂も聞くが、その時は多分ライト級だと思うので、それならベルトを返上してもらって暫定王座戦をやりたい。次また日本大会もありますしね。青木さんや秋山さんぐらいもらっていれば年 1,2 回でいいんでしょうけど、それと秋山さんはこの間のニキー・ホルツケンとのキックボクシングでの試合はあれやる意味あったのか。俺とやって勝てないと思ったのでそっちに行ったんですかね。去る前に下の台とやって新陳代謝させるのがかっこいいのに、あれじゃ全然セクシーじゃねえよ。自分の手捕まえも日本だと頭打ちなんで、勝って世界にアピールしていきたい。とにかくここ勝ってタイトルマッチやらせてもらってニュースターになりたいと思ってますと。試合楽しみですね。そして話はどんどんディープな方に行きまして、今名前が出ていたバンタオジム、ここは朝倉未来選手もビリーコーチの紹介で出稽古に行き、西川大和選手やたまにイリープロハースカ選手もいますので、どんなところかというのを先ほどのジョージ・ヒックマンがインタビューに答えてくれておりますので行きましょう。 MMA プラネットさんよりになります。ジョージ・ヒックマン。自分はここの MMA コーチであり共同オーナーの一人でもある。もともとタイガームエタイジムにいて成功を収めていたが、もう働き出して10年、そろそろ自分たちの意思で全て運営してみたくなった。転機になったのはコロナ禍。ジムは閉めたり開けたりで時間ができて、何に投資すべきか考えた。そこで新しいジムを開こうと思い物件を見て回ったと。でもここは仲違いして出て行ったという噂も聞きますよね。ジョージ・ヒックマン、今は自分たちのパッション情熱を全て反映できているからもう最高。選手は一人一人性格が違うので誰一人として同じことは教えない。人間関係はとても大事。弟のアレックスやトップの井も私と一緒にバンタオジムについてきてくれた。トップの井選手は朝倉海選手や中村優作選手とライジンでもやってた選手ですね。プーケットのメリットはここまでの航空費は高いが、宿泊費、食事を差し引くと結果こっちの方が安くなるところ。 MMA とムエタイを一緒に学べるのもいい。アメリカでもメガジムがない地域では
ぐるぐる回って練習をしている。ここではさらに近くに2つビーチがあり、練習してリカバリーはビーチへという流れができている。あとバンタオのいいところはタイガームエタイジムより空港に近いので20分で行けるところ。でもタイ人はまだ MMA をそんなに始めていない。ワンチャンピオンシップがタイで始まり、今浸透しつつはある。だからまだ時期ではないが、もう少ししたらタイ人ファイターも成長してくるに違いない。ムエタイから MMA ファイターへの転向に自分は今一番情熱を注いでいる。タイでの MMA の発展にね。ワンがラジャダムナンワールドシリーズを始めて、タイの俳優女優たちがムエタイの練習をするようになり、試合も見に来始めて、より認知度は上がってきている。ムエタイのクリンチ、首相撲のうまさ強さが MMA 転向の成功を保証していると久保優太選手もこの間うまく使ってましたよね。そして日本のスモールショーにも選手を送り込みたい。ディープで戦うアメリカ人選手も今バンタオで練習しているよと誰でしょうね。こっちから送りたいのはもう日本にはすでに行っているけどトップノイだね。他にも何人か若い選手がいて、小さな団体からライジンを狙わせたい。その時は俺もコーチとして行くよ。美しい国でいいビールとウイスキーもあるしね。とやっぱりウイスキーには目がないようです。とここで以上でして、それにしても格オタってすごいよね。タイの出稽古先の成り立ちとか実情とかでも楽しく聞けるんだから。これ家族でお父さんがテレビで見てたらねえチャンネル変えてっていうやつですからね。格オタに乾杯といったところですね。そしてこちらは元ワンミドル級 MMA の王者のビタリ・ビグダシェがワンとの契約終了、ワンの T シャツを引き裂いてゴミ箱に捨てるというパフォーマンスで表明いたしました。ワンの場合、契約終了後も団体批判できない項目があるので、言葉ではない行為で意思表明したのではないかと言われております。そして昨日結構問題になっていたのがこの話題ですね。渡辺佳奈選手の試合自体はこれをアップする頃にはもうすでに終わっているかもしれませんが、対戦相手のシャナ・ヤング選手、前日計量で 1.63 キロオーバー、これを受けて一緒に渡辺佳奈選手について言っているセコンドの上田隆夫さんは、今回の相手の計量オーバーではライジンで見られる当日のリカバリー制限、イエローカードを提示、減点、佳奈が勝った場合のみ、公式記録などは全てありません。完全に普通のルールで当日は実質1階級上の相手と試合をする状況です。コミッションが試合を認めた以上、試合を断ったら渡辺佳奈の棄権、代替選手が佳奈の代わりに入って試合をする、リーグ戦のポイントもゼロ、つまり事実上の脱落になり PFL でのチャンスを失う形になります。選択肢はない状況でした。ちなみに相手の罰金は本当に本当に少額でした。具体的な数字は言えませんが、あの額を払って水抜き免除されるならおそらく全選手が払うでしょう。ルールを守った方が損という正直者がバカを見る状況でしたが、本人は一切の不満を口にせずキャッチウェイトの試合を飲みました。私は選手を守りたいので裏でめちゃくちゃごねてました。今回いろいろな気持ちがありますが、本人が覚悟して決めたことを皆様尊重してあげてください。いろいろな理不尽を技術と魂でねじ伏せてくれると思います。当日は応援よろしくお願いします。と。しかしこれに対してセコンドなら最初からルール把握しておけよとか、危ないからやらせんなという、しかも結構お伺いを立てるような言い方じゃなくて強めに言ってくる人たちもいて、それに対して川尻達也さんは珍しくこんな言葉遣いで、ただのアホ、格闘技ファンを名乗るな、渡辺陣営に非はなく、やるせない気持ちの中、体格差があっても前に進むためには受け入れるしかない、苦しいし悔しいし納得もいかないだろうけど勝って全てを乗り越えるしかないんだよ、ファンは全力応援。と。永田ザリッチ弘隆選手は、日本だと計量クリアするのはアスリートとして当然みたいな風潮があるけど、海外だと試合がやれるなら罰金払っても少しでも重い体重でいいコンディションで有利に試合やれればいいやみたいなマインドは当たり前なのかもな。動揺しないで外国人とやるときはこれが前提としてあると思っておいた方がいいかもね。と。師匠である大沢健二さんは、海外でやるときはそのマインドを持っておかないと心が乱れると。永田選手は、はい心します。と。上田隆夫さんはコラを受けまして、様々なコメントありがとうございます。誤解されている方のために急遽追記します。今回の措置は PFL の体制に問題があるというよりは、
州のアスレチックコミッションの裁量で決められたことであり、 PFL はそれに従っただけ。アメリカ全体で軽量オーバーは罰金による解決がほぼ唯一の方法であるという点をご理解いただきたいです。現時点で私が感じる PFL の選手へのケアや扱いは丁寧かつ信頼のおけるものです。そもそも日本との軽量オーバーへの考え方自体がアメリカでは大きく違うものだと思います。選手の安全や健康を預かる身としては無理のない体重管理で試合を行いたいですし、軽量オーバーはゲーム内の優位性に大きく関わる問題なので、我々としてはゲーム内での調整、減点やリーグのポイント付与が欲しかったです。しかしアメリカでの軽量オーバーはゲーム外での調整、罰金のみが行われ、ゲーム自体は新規ルール、キャッチウェイトでイーブンな状況でスタートとなるのが一般的です。相手選手も早々にそれを選んだことに関しては仕方のないことです。でも約束なんだからダメ元でもタイムリミットまで頑張って落としてみてくれよとは正直思ってしまいましたが、今回キャッチウェイトでの試合を拒否すれば、ここから3大4戦のリーグ戦&トーナメントに事実上の敗退がほぼ決定的になるというシステムには非常に理不尽さは感じました。結果的に渡辺香菜の最終判断で試合を選びましたが、次回以降も同様の事態が起こる可能性もあると思うとなかなかに恐怖です。しかし一つ確かに言えるのは、今回はルールを守った結果相手の方が有利になったけど、ファイターズフローは次も絶対ルール守るぞってことですと。で、当の渡辺香菜選手は、相手が軽量オーバーしましたがキャッチウェイトで試合をします、応援よろしくお願いします、ルールを守れない子はお仕置きだと。絶対にこの時間もう勝っててほしい、よろしくお願いします。そしてこちらは先ほどのヤーマン選手も杉山ですが、こっちは杉山静香選手の方ですね。先日の試合でライカ選手を倒し、昨日ランキング1位になったようです。なのでここはこちらも同じ大会で戦った重田穂香選手がその時チャンピオンになりましたので、いずれという流れができました。重田穂香選手の方は、穂香は星に花と漢字で書きますので、同じ名前の漢字の伊沢聖華選手に同じ漢字の名前同士、もう少し私が強くなったらやりましょうよとチャンピオンになった夜に対戦要求ツイートしておりました。そしてこちらはプロの店なら不倫公認系ボクサー中川むいちゃ選手、この度リングネームを変更しますという動画が出ておりまして、何でもこの度梅毒の感染によりリングネームを中川梅子ぶちゃに改名しますということでした。はい、ちなみに同じ高知県の思想家中江町民が坂本龍馬を梅毒だったと、まあ、本に残している箇所があるんですが、中江町民しかこのことは言っておらず、特に龍馬とも仲良くなかったことから勘違いなんじゃないかとも言われておる。ぜよぜよにしておきましょう。こちらはライジンコンフェッションズの146、昨日アップされたもの超ピックアップで、まず中村慶太郎選手がサトシ選手をフェイスオフでちょちょんと続いておりましたが、マルキーニュスさん曰く、実はサトシは怒っていたと。クレベル小池選手は、自分がやられたら殴っているよと笑いながら言っておりましたが、これ本当だからやでね。格上かつ大人数のピットブル選手陣営乗り込んだ時はマジで痺れましたよね。あれでかなり一目置かれたんじゃないでしょうか。マジで行くんだみたいな。そして中村慶太郎選手のお子さん小太郎くんは将来ファイターか漫画家になりたいそうで、好きな漫画家は漫画太郎先生だったらいいな。それは英才教育。そして怪物くん曰く、いかにハイキックと分からせないか当てるかのあれはステルスハイキックだそうで、自分の周りで一番キックの威力が強いのもサトシソウザと。中村慶太郎選手は泣きじゃくる小太郎くんに、次はお前が頑張る番だぞと。サトシソウザ選手は、次はグスタボとやると思いますと。そして武田浩二選手、初フェザー級は試合をやってみないと分からなかったが、ライト級の時とフィジカルと体力は変わらなかったと。ファン・アチュレッタ選手は、強兵は何一つがっかりすることもない、もう少しアメリカで練習すればいいだけ、また戻ってくるよと。そしてレーナ選手、伊沢聖華選手には、自分がもっと強くなってから挑戦したいと。今回はだいたいこのあたりですかね。そしてこちらは結婚したて昨日の平本蓮選手のツイート。入籍の手続きで昨日一旦実家寄った時に、小学校6年生の時に書いた夢ノートが出てきた。あの頃小学校で夢ノート流行ってたな、25歳で結婚って書いてあって鳥肌立ったわ。小中学生の皆さん、夢ノートは必ず書きましょう。夢が人生を作り、その人生が自分の映画となりますと。現物の写真も添付されておりまして、17歳少年院を卒業する
18歳一人暮らし、19歳ゲイを倒す、20歳 K1 辞める、25歳結婚する、26歳長男出産する、ギャンブルにハマるというふうに書いてありますね。これ本当に小学校の時に書いたやつかな。今書いたわけじゃないよね。あの薄毛の騙しの広告みたいに、今の髪の毛を後頭部から取っておいて、で数年経ってちょっと薄くなったところを取って、その順序を逆にしてこんだけ生えましたみたいな、その方式じゃないよね。そして結婚した平本蓮選手は他人をおもんぱかる、こんな余裕も出てきまして、昨日はさらに有志ジョッキーやればふと思ったと。確かに今は他の大きい選手たちと比べて背が小さいなどと言われておりますが、ジョッキーはもともと背の低い集団なので、そこだったら背が低くてももともと誰から何も言われる筋合いもありませんし、その中ではかなりイケメンの方なのでという平本蓮選手の優しさなのかな、これは。そしてさらにもう一つ、平本蓮選手ラーメン高の目に足しげく通っておりますが、きっとその理由がこれです。 K1 の契約で試合ができない時から、コロナで試合がない時まで、無名な時からずっと応援してくれているラーメン屋さんです。もともと俺がファンで通っていたんだけど、社長さんが気づいてくれて、そこからずっと応援してもらっている。皆さんもぜひ一度行ってみてくださいと。これが本当の義理人情や。そしてこちらは元谷優希選手が YouTube を始めたことに関して、朝倉海選手は元谷選手が YouTube 始めたらしい、どんな動画上げていくのか結構気になる。これは元谷選手 YouTube 始めましたよと自分のファンの人たちにもお知らせしているというナイスパスですね。それに気づいた元谷選手は、海選手ありがとう、 YouTube で海選手のことを話ししようと思います、少しずついろんな人とコラボとかしていくので皆さん登録よろしくお願いしますと、水面下での友情を行われておりました。そしてこちらは、自宅の火事で一酸化炭素を吸い、一時期は意識不明にまでなったマーク・コールマン、一回退院するも肺にやっぱり問題があって再度入院いたしましたが、昨日ジムでサンドバッグを叩くコールマンという動画が出回っておりました。完全回復と見ていいんじゃないでしょうか。そしてこちらは秋山義弘選手の昨日のツイート。今までたくさんの銭湯サウナ行ってきたが、今までで一番水風呂が冷たいところ、みっけ、冷たくて30秒も入られへんかった。そしてこちらは格闘技ファンの方が、ライジン46の日本 VS 韓国ってこれ日本勢勝ち目あるとツイートしたところ、それを中島太一選手が拾って、大丈夫、本当に勝つからと。はい、というわけで本日は以上となります。皆さん以前キャプテン翼が、作者の高橋陽一先生がもう書くの辛いので最終回を迎えるというニュース流れましたよね。それが実は昨日で、でも実はですね、高橋先生これで漫画家は引退しますが、絵を描くこと、ストーリーを考えることはまだ好きなことなので、それらはこれからも続けていくつもりです。もしかしたらセミリタイア的な感じになってしまうかもしれませんが、創作活動は続けていくつもりです。今後のキャプテン翼は、ネームという形で新たに立ち上げられたキャプテン翼ワールドというサイトに1話1話をアップしていく予定です。ペン入れはなく、トーンも貼られていない状態ですが、その分、執筆ペースが早まり、皆さんにこの先の物語をお届けできるペースも早くなる予定です。雑誌発売に合わせた締め切りや決められたページ数や決められた原稿サイズがない分、これからはより自由な表現方法で皆さんにエンターテインメントをお届けできるのではないかとも思っていますと。漫画のネームの状態でキャプテン翼の物語は続いていくようです。ネームっていうのはノートやなんやに今週はこういう物語にしていきますせと、小回りとラフに線を入れた漫画の下書きの下書きみたいなものですね。いきなりペン入れしてしまっては物語失敗しても後戻りできないので、そこで何回でもねやり直しが効くようにというもので、ちなみに漫画の吹き出しの中の文字のこともネームって言うんですけど、今回のは漫画のストーリーの元となる下書きの方の話で、でそのネームをそのまま出すということをやっていくようです。そういや鳥山明先生もペン入れが辛いって言ってたな。私見てみましたが、人物も丸に顔のところに十字ぐらいでしか書かれてないので、正直続けて読んでない人にはどれがどのキャラか全然わかんないです。これでも他で絵を入れてくれる人を探したり AI にやってもらうとかできないんですかね。でもファンにとっては続いていくのはいいことですね。あとだから新キャラとか出てきた時は魅力は伝わりづらいと思います。だから結局それがもどかしくてまた元の漫画に戻っていったりしてね。はい、ということでちょっと意外だったのでお伝えさせていただきました。また聞いてね。